この扉かっけー。竜の模様が書いてあるぞ。これはさぞかっこいい竜に違いないぜ。見てみよう。ウーパールーパー、顔ウーパールーパーだった。こんにちは、土の子です。あ、顔隠してた。たまにこれ顔かわいいのいっぱいあるよね、ゼルダの世界。よし、鍵をねゲットしたので開いていきましょう。ただ上上げればいいだけか。よし、すげえ、どういう仕組み。お、熱え。なんだここは、やべえじゃんこれ。熱いのダメージ食らうんでしょ。まさか行くのか。おい、やめろ、やめとけ。行くんかい。あの、滑り落ちていくのかと思ったら普通に歩いてった。でもダメージ食らうんじゃないのこれ。なんだここ、うわー、蒸し暑そう。今僕の部屋も今めちゃめちゃ蒸し暑いです。ちなみに暑くない最近。いやねー、暑いっす、ほんと。7月23日なんだけど。あっちー。よし、やってっか。さあ、よく周り見ていかないと。ほいほいほい。ふん、なんか上があると。ん、こっちにもなんかあるな。こっちにあるぞ。これはなんだ、コウモリがいっぱいいて。おお、おい、くっ、魔物はわんさかいるし、相方ともはぐれるし、来るんじゃなかったぜ。よう、あんた、また会ったな。こんなところまでも仲間を探しに来たのか。そういえば、ここに入る前、金髪の変な格好をしたやつがさらわれていくのを見たな。けど助けるなんてとても無理だぜ。この中魔物だらけだ。命が惜しかったらとっとと引き上げるこったな。なるほど、あっち側何かあるけど、これでもそのまま行けないよねこれ。ですよね。あ、なんかでもよく見たらこれがあった。おお、なるほどね、これでいけるわ。20でした。さてと、ふむ、上がる、よし、上がる、上に上がる。ああ、なるほどなるほど。で、上に上がって向こう行ける感じ。ほい。で、これ上に上がってからこういう感じ。嘘でしょ。またここからかい。やっちゃった、危ねえ。よし、はい。これは？なんだこれ？あ、切っていいのかな？ほい。ほう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 。ドラゴンが。あ、なんか奥にもない一個。あ、これ。ビートルかこれ。よし。これは分かったぞ。なんだあれ。マスターに報告、前方に新たな敵を発見。かなり身体能力が高い魔物と推測されます。 ZL で注目し、お呼びいただければファイの知る情報をお伝えします。 OK、 分かった。注目の対象、リザルフォス。鉄でできた鉄鋼で武装した魔物です。身体能力が高く、動きを捉えるのは困難です。鉄鋼の方向を見極め、隙をつくことが必要です。倒した数はゼロ。戦闘相性はまだ少ないため分析不能です。うわ、マジか。おい、何してんだよ。よし、よっしゃ、倒した。なんか手に入れたぞ。トカゲの尻尾、すげえ尻尾だなトカゲ。鉄球付きだ。なんか何あれ。なんか変なのいるけど。ああ、今さ、パチンコの玉手に入れたから、これもしかしてこうか。どう、
爆発した。はい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 、もしかしてこれで玉乗りをしていけと。いけたいけたいけた。え、もしかしてこれ向こう側とか行けってこと？これで行けそうですね。一応見るか、こっち。うわ、ちょっと待った。よし、こっちは、ふむ、爆弾が必要で、ここはまだ行っても多分ダメ。上に上がる感じか、このあれが。ふむ、これやっぱこっち行けなきゃいけないのかな、こっち側に。コロコロコロ、ほい、よし、行けた行けた。おい、くぅ、やっぱりね、さっき落としちまったのか。あ、あんたちょうどいいところに。俺だよ、鉄だよ。ここであったのも何かの縁ってやつだ。俺の爆弾袋を取ってきてくれねえか。お宝探してたらその岩の奥で魔物に出くわしてよ。慌てて逃げたらその時落としちまったみたいで。あれは爆弾花を袋にしまって好きな時に使える便利アイテムなんだ、なんだ、ないと不便なんだよ。きっと魔物が拾っちまったんだ。頼む、俺の爆弾袋を取り返してくれよ。 OK、 わかった。 OK、 グーグル。よし、行こう。この中何？あ、爆弾袋があると。アンダースローで投げたらいいんじゃないのこれ。どう？オッケーですよね。開くかな。お、開いた。リザルフォス2体か。いいだろう、やってやろうじゃねえか。ほら、なんだ、腕回して。うん、そう、やべ、強え。マジ？よっしゃ、倒したぞ。くそ、バカに。落ち着いて、方向、方向見ろ。よっしゃ、あー、ハート落ちちゃった。やりました。あら、いいですね。なんかすげえな、顔がシーサーみたい。来たぜ、これはいいものを手に入れそう。爆弾袋、進めなかったところもいけそうな気がする。借りてみよう。勝手にもう自分のものをしてんじゃん。聞く前に自分のものにしやがったぞ。よし、行ってみよう。これは使えるぜ、このアイテムは。おお、爆弾袋取り返したか。すまねえ、恩に切るぜ。じゃあ早速返して。おい、奥に進むのに貸してほしいだって。そういえばあんた仲間探してるって言ってたな、こんなところまで来て。あれ、そういや俺の相方は帰ったぞ。マジかよ、頼りにならねえやつだな。それにしかあんたは偉いな、こんな危なっかしいところ。しょうがねえ、貸すなんて言わずにくれてやるよ、好きに使いな。爆弾袋をもらったぜ。もうもらったつもりでいたけど。俺様の爆弾袋くれてやったんだ、あんたの仲間ちゃんと探し出すよ。じゃあな。ここでじゃあ手に入れて。おっと、いけねえ、言い忘れてた、その袋今空っぽのはずだ。ひとまずこれやるよ。5個を手に入れた。オッケー、袋に爆弾花をしまって補給するんだ。
B でしまうことができる。覚えとけよ。10個まで入れられるんだ。ここのやつ、じゃあ入れとこう。よし、満タンになったぞ。なんかやべえ方行っちゃった。潰した潰したぜ。こっち、これだ、爆弾花で。よし、オッケー、これは来たでしょ。ほいよー、やべ、落ちちゃった下に下に落ちちまいやがったぜ。まったく。こっちはとりあえずこういくか。おっと、おっしゃ、なんか手に入れたぞ。そうそう、 E の手に入れる前に僕は周りを見たい派。なんかあるぞここ。やったー、分かってらっしゃるよくちょうど3つ手に入れたいとこだった。さあ何でしょう。ダンジョンの地図。ふむ、ほほー、おお、宝箱もいっぱい。なるほど、よし、なんかいけるようになってるぞこっち。よし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 、来た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 。あちゃ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 、おいおい、いけた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 。なんですか、なにこれ。青い鳥の羽を手に入れた。青い鳥はすごく珍しいんだ。へえ、これ何？ああ、なんか押せるぞ。え？あちゃ。あ、なんか逆もボタンあんな。あっちも行けるんか。ちょっと待って、じゃあ、あ、危ねえ、大丈夫これ。よし、こいこいこい、こうゆっくり行って、こっち側どう？ほらこれは別に行けるますね、普通に袋使わなくても。ほい、ここはなんだ。黄金色のドクロ飾り。なんだこれ、敵から出るやつじゃん、ただの。これ何に使うんだろうね、ところで。よし、そしたら次向こう側行くか逃がさねえぞこの野郎。何逃げてんねん。ほら、よし、いいぞ。こっち側どうやって行く。んー、どういうことだ。アドバイス、ヒント。バツは以前の持ち主は何かを見つけ書き込んだものと推測。場所を注意深く調べる。ほうほうほう、あ、いいこと聞いた。バツあったな、そういえば。あそこにバツがあるぞ。道があるってことか、これバツって。ここ、あ、まさかこれか。これ、あーちょっと、あ、なんかでも、ちょっと待って、死んだねえ、死んだ爆弾性で爆発したのはいいけど、死んだどう、あ、投げればよかっただけか。ただどう、開いてる。お、開いたぞ開いたわ、ラッキーラッキーなんかずーっと流れてるけど大丈夫これ。外側通って、おい、どういうことだこれ。ちょっと見てみよう先を。ほう、なんだこれ。あ、ロープ切れるよここ。よし、来た。
裏もあるな。こっから裏行くの？マジ？これビートルが持たないかも。あ、ほらやっぱり持たねえわ。持たない。待って待って待って、ここダメだ。ちょっと待って、絶対なんか違うんだ。どうやって行く、これ進めんだ、これ。これちょっと待てよ。あ、やっぱりなんか割れてんなと思ったら、オッケーオッケーオッケー、そういうことね。できたできた、よし。ほら逃げるな。よしよし、ここだったらいける。よーし、旅の始まりだ。オッケー、よっしゃー、できた。よしよし、いいぞ。もう謎解きはね、できたらマジ楽しい、これ。できたら楽しい、できなかったらもうね、ムカ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 イラ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 しちゃうね。うわ、怖っ。なにこれ。おお、なかなかやりますね、これは。よしよし、余裕、余裕じゃないや、落ち着けば大丈夫。よっしゃ、ボタンをグイーッと。よし、おお、いけるようになった、これで。お、奥いけるぞ、これ。そしてリザルフォスと戦おう。ほら待たせたな。よっしゃ、ここはルピー。よっしゃよっしゃ、進めるぜ。おーおーおー、すげえ。あ、待って、ここで休める。おぶの、おし、いけたぜ。また休む場所あるね、あそこに。おい待て。おい待た、待った待った、待って、ここいて。別にこっちから行けるんじゃん。どういうことだ。あー、爆弾花投げろってことか、あれ。どうだ、爆発しろ。よし。よっしゃ、オッケーオッケー、これでいけるようになるんだな。さてと、よし、あ、間違えた。あ、ちょ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 。よし、いけた、頑張れ。よっしゃー、いった。なんだ、ほほー、またなんか鍵が必要。お、ダッシュ、すげー。なにこれ、蛇の道。なんか音なくなったんだけど、大丈夫これ。これゲットしちゃったじゃん。やりました。おお、ほんとだ、ほんとに扉をゲットしたけど。でもさ、あそこでも溶岩がいやっていけなく、え、なに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 、ああ、やばいやばい、ちょっと待って。やばいやばい、逃げろ、ちょっと待って、こっち、よっしゃ、ドガン。あー、すごい、ギミックすげえな。おっしゃ、これで
進めるようになったな。これはちょっと、なんか、ボスの匂いがプンプンするぜ。この扉。はい、ということで、今回はここら辺で終わっておきましょうか。いや、なかなか、ギミック盛りだくさんで、楽しかったですけど、爆弾袋手に入れてね、なんか、すごい幅が広がったような気がします。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、ツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。